やばい。うわ、これやばないぞ。キックスライスね、こちらエアジョーダン1のトップ3ですね。マジで相性良くないですか。これ白のキャップでも全然相性いいっすね。はい、こんな感じいかがでしょう。ありがとうございます。ブラックキャップでございます。はい、今日はですね、前回の動画でですね、アウトレット行きましたよっていうね、動画出したんですけども、まだね、そちらの動画まだ見てないよっていう方はね、アウトレットの、動画を見ていただいてから、まあこちらの動画を見ていただくと、まあわかりやすいと思うんですけども、まあその時にですね、購入してきた商品を本日紹介したいと思います。まあ前回の動画見てくださった方はですね、まあ僕アウトレットで何も買いませんでしたっていうのはね、もうお分かりいただいてると思いますので、まあ何の商品が出てくるのかっていうのも、分かってらっしゃると思うんですけども、本日その商品をですね、紹介したいと思います。はい、ということでですね、はい、こちらでございます。久しぶりに恵比寿で買い物してきました。僕ね、ほんまに恵比寿で買い物したのほんまに10年ぶりぐらいで、はい、これ見てください。よかったらこれね、恵比寿で買い物したことある方、多分昔流行ってる時とか買い物したことある方、ご存知だと思うんですけど、これね、袋全く変わってないんですよね、当時から。はい、こんな感じでございます。うわ、懐かしいな。裏はですね、こんな感じで恵比寿のカモメマークがついております。ではこういう風にね、開けていただいて、まあ閉めて、こういう風にね、巾着型になっていましてですね、早速中身ですね、紹介していきたいと思います。ちょっと袋がマジで懐かしい。まあちょっと全体だけ写しておきましょうか。はい、こんな感じ。袋豪華っすね。僕ね、基本ショッパーとかすぐ捨てるんですけど、ちょっとね、これはね、やっぱり小さい頃の思い出があるんで、ちょっと大事に取っときたいと思います。ちなみに僕、この袋、小学校の時、体操服の入れ物にしてました。はい、まあそんなことは置いといてですね。ではですね、早速、今回購入してきた商品、紹介したいと思います。今回紹介する商品がですね、はい、こちらでございまーす。恵比寿のデニムですね。ナンバー2の大黒でございまーす。やばい。超久しぶり、恵比寿。皆さん、恵比寿のデニム持ってます？今回ですね、ベースにナンバー2を使った、大黒ですね、ペイントをしていただきました。ではね、ちょっと早速細かいところ見ていきましょう。まず表がですね、はい、こういった感じでございますね。無地でございます。で、裏が、はい、まあ先ほど見せたんですけども、まあ大黒のペイントですね。まあこれ定番カラーですね。定番カラーの大黒ですね。のプリントが入っておりますね。で、まあ後ろ細かいとこ見ていきますと、はい、こんな感じでですね、裏のタグにはですね、ナンバー2という、スタンプが押されてある、品質保証って書いた、まあ恵比寿のね、デニムとか、あとはまあ T シャツとかにも、ついておりますけども、まあこういったですね、パッチがついておりまして、ちょっと見にくいんですけど、こちらの方にね、ポケットがついてるんですけども、ポケットにはですね、こういう風にね、エビスタブがついておりますね。パッと見マジでリーバイスと似てますよね。で、僕これ購入した時なんですけども、このプリントあるじゃないですか、この、大黒のプリントっすね。このプリントは初めついてない状態で売ってたんですよ。要は普通のインディゴデニムの状態で売ってたんですね。ストレートのインディゴデニムで売ってたんですけども、このナンバー2の、生地をベースにですね、職人がですね、恵比寿のスタッフですね、スタッフさんが、この商品の注文が入ってから、もう手でですね、こういう風にピャーッとプリントしてくれるんですね。なので、これハンドメイドなんですよ。でね、これわかりますかね？こういうところにちょっとムラあるじゃないですか。色ちょっと映ってたりとか。これがね、またね、恵比寿の、まあそういった、特徴でもあるデニムですね。あとはね、まあこういったところとかですね、これ見えるかな？細かいんですけども、まあこういったところとか、全部まあ手で塗ってるんで、ハンドメイドで作ってあるので、すごくこう職人さんの感性が込められた、プリントになっておりますね。まあ無地の状態からプリントをしてあるんで、別途ね、確か4000円ぐらいやったかな、お支払いしました。で、このデニムのベース自体が2万3000円ぐらいなんですけど、この上からさらにこのペイントをすることによってプラス4000円。合わせてまあ込み込み3万円ぐらいでした。もうデニムといったらもうステッチオレンジですよね。裏がね、こういう風に赤耳になっておりますね。はい、こんな感じです。で、まあ、あとこちらですね、内タグインですね。メイドインジャパン、日本製。で、今回ね、サイズがね、31の32ですね。レングス32でございますね。はい、こんな感じのタグがついております。細かいところ紹介いたしましたので、早速ですね、履いていきたいと思います。はい、ということでですね、いかがでしょうか。はい、こんな感じでございます。はい、こんな感じ。いかがでしょう。でですね、キックスライスね、こちら、エアジョーダン1の、トップ3ですね、を合わせてます。てか、マジで相性良くないですか。はい、こんな感じ、いかがでしょう。いや、意外に思ってた以上に相性いいぞ、これ。で、キャップがですね、シカゴブルズの、950ですね、いかがでしょうか、こんな感じ。はい、いかがでしょう。いや、これ結構相性ええな。いや、なんかもっと違うものをイメージしてたんですけど、いや、意外にここまでジョーダン1が合うと思いませんでした。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じ。はい、こんな感じです。
はい。ちなみにね、ジョーダン1なんですけど、トップ3これずっとね、黒紐で履いてたんですけど、全然白紐の方がかっこいいですね。やっぱ白紐ええな。はい、続いてこちら、エアジョーダン4と合わせてみました。いかがでしょう。またね、ちょっとロールアップしてるんですけど、どんな感じでしょうか。はい、こんな感じ。うん。エアジョーダン4も相性いいっすね。まあ、こんな感じっすね。で、キャップがこちら、シカゴゴールズの950ですね。前紹介しましたよね。これも相性バッチリです。うん、こんな感じで相性いいんじゃないでしょうか。いや、俺全然スキニーに合わすより、俺こういうレビスとか、ちょっとこういう太めのね、ストレートのね、デニムに合わす方が、なんか、ジョーダンは好きかな。はい、こんな感じ。めっちゃ相性良くないですか、白 T でね。ただね、色移りがちょっと心配なんで、ちょっといいスニーカーね、ちょっと夏場にはね、ちょっと合わせれないから、合わせれても、まあ、エアフォースワンぐらい。まあね、冬やったら全然ありなんじゃないでしょうか。まあね、この上にジャケット着れば真冬でもね、全然ね、コーディネートできるんで、はい、こんな感じ。はい、先ほどと同じく白のキャップ。白のキャップでも全然相性いいっすね。はい、こんな感じ。いかがでしょう。うん。このペイントもいい感じっすね。はい、続いていかがでしょうか。ジョーダン3のですね、インターナショナルフライトっすね。まぁ、こんな感じでね、ちょっとね、レトロなカラーリングのスニーカーと合わせても可愛いんじゃないでしょうか。うん、これもありやな。夏っぽくないっすか、これ。はい、後ろ姿はこんな感じでーす。おい。全然また話関係ないっすけど、ジョーダン3えげつないぐらい履きやすくないっすか。僕、ジョーダン3、多分ね、エアジョーダンシリーズ一番好きっすね。はい、キャップは白キャップ。いい感じじゃないっすか。白キャップ、やばい。うわ、これやばないっすか。お前、白のキャップとこのスニーカー、相性良すぎみたいなね。あ、ちょっと靴紐出てるけど。僕ね、ジョーダン3に関しては、これちょっとこだわりで、ジョーダン3に関しては、中でね、くくりつけてですね、紐を出さないスタイルで履いてるんですけど、やばいな、このコーディネートありじゃないですか。はい、こんな感じで。白キャップとコーディネートやばいっすね。いや、もうこれ、いや、マジで気に入った。もうやばいやばいやばい。はい、続いてこちらですね。こちらはですね、はい。ヒューストンアストロズのオーセンスね。これはトラビスのモデルじゃないですよ。通常のオーセンスよ。はい、こんな感じです。見えますかね。はい、どうぞ。どんな感じ見えるかな。はい、こんな感じ見えますでしょうか。はい、こんな感じ。これと相性もバッチリっすね。はい、いい感じじゃないでしょうか。キャップね、ネイビーで後ろかぶりみたいなね。はい、こんな感じでもありだと思います。はい、続いてアスレチックス。アスレチックスもいいんじゃないでしょうか。こんな感じね。はい、バッチリなんじゃないでしょうか。はい、こんな感じ。いかがでしょう。後ろかぶりにしてみましょうか。はい、こんな感じ。はい、続いてですね、エアフォースワンと合わせてみました。いかがでしょう。はい、正面こんな感じですね。裏が、はい、こんな感じ。おかんに、誕生日プレゼントでもらった、トラビス・スコット風のエアフォースワンですね。まぁ、こんなね、感じの色も相性いいと思いますよ。でね、キャップはね、せっかくね、トラビスのカラー出したんで、ヒューストン・アストロズですね。いや、これね、エアフォースワンとも相性バッチリですね。てか、結構何でも合うな。思った以上に何でも合うから、ちょっとびっくりしちゃってるんですけど、皆さん、いかがですか。はい、こんな感じで、レイダースもいいと思います。むしろ緑ね。はい、こんな感じ。相性バッチリっすね。はい、白ブルズ。はい、さらによく出てくる赤のブルズっすね。これはちょっとうるさいかな。まあでもありか。まあいいでしょう。はい、こんな感じね。はい、もう一発ラスト最後、ブルズっすね。はい、これも、まあバッチリかな。いい感じかな。はい。はい、ということで本日、いかがだったでしょうか。まあですね、まあ今回ですね、僕、エビスのデニム購入したんですけども、なんかね、急に欲しくなっちゃって、まあこんな感じでね。まあかなりね、デザインも、まあ派手なんですけども、まあやっぱり昔ね、履いてたっていうやっぱ思い入れとかもあって、この前ね、実家行った時にね、エビスのデニムとかのね、なんか特集というか、なんか動画とかもね、作るようにね、撮影してくればよかったんですけども、すっかり忘れてて、で、今回ね、この大黒だけの紹介になっちゃったんですけど、僕は後から気づいたんですけど、トラビス・スコットもね、昔ですね、エビス結構履いてたみたいですね。エビスってどこかね、こう、日本の間では、まあ僕がね、中学校ぐらいにすごい流行ってて偽物とかすごい出回ってた時だったんですけど、もう今はねあんまりそのファッション業界では流行ってないんですけども、なんかなんて言ったらいいんやろうな、僕にはやっぱりそういった小さい頃のまあ思い入れとかもありますし、あとやっぱりねこの生地が好きなんですよね。これ今新品の状態なんですけど、これどんどん使っていくとすっごい色落ちするんですよ。で、色落ちしていって、すごいね、こう、デニムの形がこう、自分の足回りにこう、合ってくるというか、すごい馴染んでくるんですよね。で、僕、大学生ぐらいの時もよく、エビス一時期履いてたんですけど、このエビスがどんどん自分のこう、形にですね、馴染んできて、くたってくると、もうね、エビス以外履けなくなってくるんですよね。もうそれぐらいマジで履きやすくなるんですよ。で、このプリントも今はすごい綺麗ですけど、プリントもね、ちょっとこう、削れてきて、ちょっとボロボロになってきた感じが、まあやっとこうエビスらしい味が出てきた頃ではないのかなと思うので、もうねしっかりね、履いていきたいと思います。なんかエビスってこうピカピカの状態やったら、なんかそんなにピカピカすぎても良くないって思ってて、やっぱりこう
ちょっとクタってしてる感じが、こう、エビスらしくてかっこいいんじゃないのかなと、思ってるんで、程よくですね、履いていきたいと思います。ただですね、エビスの弱点一つあって、僕ね、バッグとか、あとはまあアクセサリー関係もエビス持ってたんですけど、エビスはね、とにかく色落ちがすごいんですよ。僕一回経験あるんですけど、普通の白 T に雨降ってて、僕学生の時にエビスのバッグ持ってたんですけど、夏で湿気もすごかったんですけど、別にそんな体びちゃびちゃになってないのに、バッグが湿気吸っちゃって、その水分で T シャツがね、もう、真っ青になったんすよね。めっちゃ色移りします。なので、真夏に例えば白のスニーカーとかと合わせて履くと多分めっちゃ色移りするんで、色落ちにですね、ちょっと気をつけた方がいいと思います。なので僕はとりあえず、このエビスに、なんかバンズとかと合わせて、ある程度くたらしてから、まあ、ジョーダンだったり、あとはまあ他のスニーカーに合わせて履きたいなと思ってます。やっぱりね、スニーカー、特にね、白のスニーカー、まあジョーダンっすよね、とかに色移りするともったいないんで、ちょっとね、それだけは避けたいんで、うまくね、ローテーションして、こいつを自分の味に仕上げていきたいなと思います。結構ね、エビスに、まあ、ジョーダン合わせてる人って、あんまり僕見たことないんですよ。で、それこそ、トラビス・スコットが一時期結構やってたスタイルで、まあ、今でも結構やってんのかな？最近はちょっとどうかわかんないんですけども、まあ、そういった感じでジョーダンとか、まあ、その、今流行りの、そういうバッシュとかスニーカーにですね、エビスもやっぱり相性いいし、なんか、僕にとっては結構新しい、スタイルなんじゃないのかなと思うので、ぜひね、スニーカー好きの方はですね、こういったね、ちょっと太めの、2000年代前半に流行った、まあ、こういったエビスをですね、まあ、着用してもかっこいいんじゃないのかなって、個人的には思います。これからね、ちょっと暑くなってくるんで、夏はね、やっぱり汗かくんで、その水分とかでね、色移りしちゃうんで、まあ、今年の夏はですね、まあ、バンズとかに合わせて、色を落としといて、冬ぐらいから本格的にちょっとバッシュに合わせたりとか、まあ、そういった感じでですね、こいつをね、長く楽しみたいなと思ってます。はい、ではですね、本日、いかがだったでしょうか。なんか僕本当に、もちろんその、流行りのもの、まあ、スニーカーももちろん、まあ、一時期に比べてはね、ちょっとマシになりましたけど、まあ、流行りものも好きなんですけども、まあ、こういった、エビスとか、まあ、昔ながらの、やっぱり品質のいいものっていうのもすごい好きなんで、なんかこう自分なりに、なんて言ったらいいんやろうな、なんかこうなんて言ったらいいんでしょうね、その、いつも言うんですけども、その、もちろんプレミアとか、流行ってるから着用するっていうのは、もうもちろんすごい、まあ一つの楽しみ方ですし、それが全然悪いわけではないんですけども、なんかファッションの楽しさって、それだけじゃないじゃないですか。自分の好きな、ブランド、あとは思い入れとか、出会いとかね、まあそういったものを、まあすごい大事にして、これからもですね、まあ幅広く、もちろんその旬のものもやっぱり YouTuber として抑えてはいきたいとは思うんですけども、自分の好きなファッションっていうのもまあ皆さんにですね、まあ発信していきながら今後もですねちょっと頑張っていきたいと思いますのでね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。あとですね、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、チャンネル登録者ですね4000人、突破しました。皆さん本当にありがとうございます。まあですね、チャンネル登録されてない方いらっしゃいましたらですね、こちらの方にですねチャンネル登録のボタンございますので絶対にクリックお願いします。皆さん、よろしく頼みます。ではですね、また次回の動画でお会いしたいと思います。どうも、ありがとうございました。